皆さん見てくださってありがとうございます。はい、ありがとうございますよ。はい、レッドリバーの、あ、レッドリバーです。レッドリバーレッドリバーです。自分の名前言ってんだよ。はい、じゃあちょっと自己紹介させていただきます、はい、キーボードのゆきなです。はい、ギターの高木です。はい、ボーカルのカズです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしたらレッドリバーですね、やらせていただいてますけれども、まあ、レッドリバー何かと言いますと、まあ、いつもビーズさんの、ビーズさんの、あの動画とかね、あとトーク動画ですか、を出させていただいておりますので、で、今日は、12月の5日でございますね。あ、10代今のじゃ5日、にあのライブをさせていただきました。それの動画の見ながら、トーク動画を撮ろうという企画の中の一つでございます。緊張してるよ。前回よりはうまくできてるよ。いや、さ、はい、そういつもやんないからさ、で、しびれるって、足痺れるって言うから前に前に出されたんですよ。ゆきなちゃんファン喜ぶかなと思って。優しそうだよね。優しかったよね。バカリンよ。バッファリン。半分だけ。半分だけ。その半分は。はい、ね、もう半分ちょっとなんか分かんなかったですけど、ね、そしたらまあちょっと動画を見ながらと思うんですけど、今日はじゃあ何の曲をやりますか。キーミアラブ、はい、いいですね。不屈のラブドライバー、そこまで言う、はい、そうです。ですね、いいじゃないですか。いいんじゃないですか。早速いっちゃいますか。早速行きましょう。じゃあ早速見ていきましょう。ポチッとな、いってポチッとな、いっちゃって、では行きます。スタート、スターティン、スターティンって誰でしたっけ。リンゴちゃんだ。懐かしいな、これね。練習の段階では俺一番歌うの緊張してた。あ、そうだけど今から見てもらうと一番楽しいやるから。そうだね。あの、先に言っとくけど、俺ね、一番好きなシーンなんですよ、この曲。あ、ほんと？あのね、サビの前、サビの前っていうか、サビの頭が、俺さ、打ち合わせしてないんだよ。一切打ち合わせしてないんだけど、俺とカズに必ずキックするんだよ。あー、やってるわ。やってるよ。そうそう、それがね、めちゃくちゃハマっててかっこいいから。大体全部やってるよね。そう、全部やってるよ。今からね、見てほしい。気をつけて見てほしい。打ち合わせしなかったね。全然打ち合わせしない。かっこいいね、ガツン。でも落ち着いて歌えた。すごい難しい曲ですね。やっぱり頑張りますよ、ライブ。いい音が鳴ってるよ。下手くそなんだけど。今までで一番できちゃった。次、次、次、次の頭見てみて、見てみて。どう打ち合わせ。俺動画編集してんね。
り込んだもん、うん、思い色クローバーって言ってるけど、思い色クローバーって Z だね。略したか。昔なんか仕方されるんだろうな。アーリンのこと佐々木で言うな。アーリンだよ。可愛い声だもんな。すいません。今日これ一番緊張してるみたいで、言わない約束だった、約束はしてないけど、実はなんか本当の推しは違うんですか。あ、推し、推しオーリン。ちなみに僕の推しはアーリン。何色の方ということです。ドラムス、タケシさんです。サポートメンバーにこれやらせるってさ、俺らひどいよね。またあれやるね。やるかな。やってるよ。この曲もうやらないかもみたいな話したら後でしてたけどさ、もう一回やってみるのか。そうだよね、間のあれはやらないにしても、そう自体はやりたい、自体はやってもいい。あの間のあれもさ、定番化してみてほしい、いろんなネタで、いろんなネタでさ、それを楽しみに見に来るみたいな。あれだよ、セトルに余裕があったらやるってことだよね。うん、まあそうそうそう、1、2分増えるからね。そう、1、2分増えちゃうからね。確かに確かに。はい、うん、じゃあ、見ていただいてありがとうございます、うんうん、ね、柔らかく言っていいからね、うん、ゆきなちゃん柔らかく、うん、あの、わかりました、その緊張しなくていいから、うん、そういう柔らかくね。だいぶリラックスしてる、ね、じゃないんだわ、ありがとう、そういうことよ、わかりました。何曲目だったのこれ、ね、6曲目ですね、うん、じゃあ今日は6曲目の、ギミアラブですね、お送りしましたよ、うん、あんたが全部言ってきてる、ね、いや、あの、ベタカリ、ね、そしたら、まあ、トーク動画ということで、まあ、明日ですか、はい、また違う動画をね、はい、見られると思うんですけど、はい、また楽しみに見てください、はい、で、何でしたっけ、コメントとかですか、はい、どうぞ、うん、何か言っていただいていいんです、ね、なんかあの、うん、感想とかあったらね、よかったらね、そう、うん、よくわかんないけど、いろいろ欲しいなと思って、ね、欲しいのよ、ね、コメントいただければ喜びますね、はい、構ってくれたらね、喜びますね、構ってくれたらね、僕ら3人ともカマチョなんでね、カマチョなんでね、そう、
ね、また見ていただけるとありがたいです。はい、じゃあ今日は、はい、ありがとうございました。また明日。